はいどうも、若くたるです。えー、週刊タイルちゃんということで。まあ、早速、ね、今週見たテレビ、ドラマとか、まあ、バラエティもあるんですけど、まあ、最近ちょっとドラマの、えー、調子がすごい良くてですね。ま、あ今週は何と言っても、えー、もうやってくれましたね。マイファミリーっていうとこでしょう。ね。マイファミリーの5話。 えもうこっからね、逆に言うと、もうあのー、マイファミリー見てない方に、あのー、ちょっとお伝えしなきゃなと。もうかいつまんでもう5分、10分ぐらいでですね、今までのマイファミリーの流れを、まあネタバレも兼ねて、ネタバレバリバリやって、ちょっと言おうかなということで、 えー、ちょっとマイファミリーについて前半喋っていけばと思います。時間が余ればね、ちょっとまあ違うことも喋るんですけども、まずまずはマイファミリーということで、そもそもマイファミリーってどんな、あの、ドラマかっていうと、まあ主人公では嵐の二宮さん。奥さんが多部美華子さんですね。で、嵐の二宮さんと、昔友達だったのが、まあ今でも友達なんですけども、旧知の親友というのが、浜田岳さん、角健人さん。 この三人の男で、奥さんが、旅べみかこさん、ここが夫婦ね。で、浜田学さんと角健人さん、ここね、主役級の人が、あのー、全員揃ってると。そうですね。角健人さんだったらね、刑事ドラマで主役やってます。浜田学さんなんかもいろいろ主演やってます。で、そのラインが育ってて、たべみかこさんもね、あのー、主演もやってますよ。あのー、あのー、NHK でも主演やってました。ですけども、まあ、そこの四人が、 えー、まあ主軸になってくると。まあ3プラス1ですね。まあここ夫婦なんでって。で、マイファミリーっていうのはどういうものかっていうと、あのー飯、飯田プロデューサーっていう方の、あのー、この番組の飯田プロデューサーっていう方の、あのー、なんてんですか、インタビューインタビュー記事見たんですけども、僕がその中で一番、グ、え、ッ、ー、ときたというか、なるほどというか、あ、こういう風に進んでいくんだなって思った一節があって、大前提が、 やっぱりみんな自分の家族が大切っていうことで進んでいくっていうのが、あのー、もう主軸としてそのキーワードなんですね。このマイファミリーの多分。だからその自分の家族が大切っていうことで、えー、どういうふうに動いていくかっていうことを前提に流れていくドラマ。家族、自分の家族が大切っていうこと。 で、その次に、マイファミリーの意味って何だろうとかってくるんですけども、やっぱり主軸として行動原理として、自分の家族が大切だからこれが起きたっていうことが、多分、えっと、えはたえに、あの、出てくると思うんですよね。うん。じゃあ、えー、早速、えー、それを、えー、踏まえた上でどういうストーリーかっていうのを説明していくんですけども、まずことの発端として、えー、何が起きたかというと、えー、二宮さんはアプリ会社の社長です。 も、ものすごいお金持ち。うん。で、旅べみかこが奥さん。ね。で、二宮さん忙しいんで、ちょっと家族をちょっと、あの、おろそかにしてるんですけども、ある日、この旅べみかこさんと二宮さんの、あの、夫婦の、夫婦の間の娘さんが連れ去られます。誘拐されます。で、5億円の、えー、事件。5億円を払えっていう事件。でも、この5億円の事件を払えっていうところに一つだけ条件があって、警察を介入させるな。 っていう、えー、ほう、あのー、その、犯人からの要望なんですね。これが全て主軸として進んでいくものです。で、えー、ここに協力するのがさっき言った浜田学さんと角来賢人さん。これね、あのー、学生の時の仲間。で、多部美香子,子さんは、あのー、浜田学友、賀とも人のこの4人っていうのはみんな仲良しなんですね。 そう。で、それでなっていくんですけども、犯人から、えー、要望があると。で、その、連れ去られる誘拐事件、営利誘拐事件があった時に、まず一番最初の1話、2話、3話目ぐらいっていうのは、警察って必ず介入してくるじゃないですか。そうですよね。で、その、犯人を納得させるために、どうやって警察を退けよう。なぜならば、娘が大事だから、警察を退けようっていうのを、みんなで、あの、画策するんですね。 で、どういうふうな、えー、役柄かっていうと、えー、さっきアプリの社長で、たびみかこさんは、えー、その奥さんです。で、浜田学は元刑事なんです。で、家具検討っていうのは弁護士なんですね。なので、そこで警察を排除するために、浜田学の警察、元警察官としての、警察がこういうふうに動いてくるっていう行動パターンの知恵を借りながら、なんとか二宮さんがそれを排除する。で、それでも排除されない警察。 ね。警察に対してさらに法的な部分でアタックを仕掛けていくのが各ントさん。この4人でなんとか、あの、警察を欺いて犯人を納得させて5億円を純粋に渡して娘さんを取り返すっていうのが2話3話目なんですよ。そうなんですね。これ実はもう見ている人ほとんどが思ってたんですけども、 誘拐されて、この娘が誰にんこの娘さんが、二宮さんと田部さんの娘さんが誰にさらわれたか、どうやって警察から逃げ切るかで、一本やるのかなと思ったら、実はそうじゃなくて、一話には三話目ぐらいで、この、誘拐事件っていうのは解決します。どういう風に解決するかっていうと、さっきの言った通り、二宮さんがアプリの社長で、この元警察官の浜田学さんが警察の追い方を、 えー、うまいこと操作して、それで、えー、各検討さんが法的な部分で、あのー、なんていうの、まあ、いろいろね、あの、生、生配信とかいろいろしたりとかして、いろんな IT の部分だったりとかいろんなことを使って警察を排除するっていう方で解決します。で、そ、れが大前提になります。こっから用意ドンなんですね。で、どういう風になっていくかと、物語、1年後に飛びます。 4話、四話で。1年後、何起きるかっていうと、今度、各ケントさんの娘さんさらわれます。丸1年後に。で、各ケントさんは丸1年後にさらわれるんですけれども、その時に、浜田学も、4、5年前ぐらいに同じようなさらわれ方をしたっていう風に、みんなに、なんかこの4人の仲間に言うんですね。これ言うんですよ。 ということは、浜田学は5年前。で、この娘さんは帰ってきてないんですよ。まだ。浜田学の娘さんは。奥さんも失踪して、えー、娘さんも帰ってきてない。で、各県とは、娘さん、さらわれました。じゃ、どうするかっていうと、犯人からこういうことがあるんですよ。二宮さんが信頼できるから、二宮さんを使って、また5億円持ってこさせろ。 って犯人が言ってくるんですよ。謎の犯人が。で、それで、当然二宮さんは、各検都さんと浜田岳さんに助けてもらってますよね。一年前に。警察の何とかの動き方、何とかかんとか法的な部分で助けてもらってる。警察を排除するというところで協力してもらってると。なので、各検都さんのことを、今回二宮さん、助けるんですよ。で、それで結論から言うと、この角検都さんの娘さんも、帰ってきます、ちゃんと。 どうやって帰ってくるかっていうと、さっき言った通りに、今回も同じように、警察を介入させないようにしてくれっていうふうな犯人の要望を純粋に守って、娘さん帰ってきます。ここまでが、第5話だったんですよ。で、第5話のラストに、何が起きるかっていうと、いいですかもう一回、えー、整理すると、 一回目、この、二宮さんとの、えー、娘さん、さらわれました。で、各県さんと、あの、浜田学さんと各県さん、ね、5億円だけ純粋に渡して、警察をちゃんと犯人から、えー、欺いて、あの、警察のこともちゃんと処分、あの、排除してやってくれました。で、ここで二宮さんが、えー、犯人から、信頼ができると。 ま、それはそうですね。犯人も、あのー、ね、一回そのちゃんと警察を排除してくれた二宮さんを信じますよね。なぜならば、二宮さんっていうのは、もうお金を渡せばちゃんと返ってくる。5億だろうと、今回も5億なんですけど、5億だろうとお金を渡せば命が返ってくるということだから、それを純粋に守るっていうのを知ってるから、犯人もここを二宮さんを使って、あの、各県とさんの娘さんを取り返すように、 交渉を進める。で、それで結果、5億円をちゃんともちろん今回も警察には全く言わずに。だって帰ってくるんですから、5億円払えば。命が一番大事ですから。で、それでやると。で、それで、帰ってきますと。そこで犯人からメッセージがあるんですよ。勝手口にお届け物ですって言って。 ま、これはどういうメッセージが、どういう風うなメッセージが来ると、あいろいろあるんですけれども、ま、ここは犯人と、その、二宮さんとかが、ま、特有なメッセージの取り方っていうのをしてたんですよ。で、それで、犯人から勝手口にお届け物ですっていうメッセージが来るんです、二宮さんに。で、ちっちゃい段ボールがあるんですよ。5話のラストで。ちっちゃい段ボールがあるんです。で、それで、さっと開けてみると、なんか、お金入ってるんですよ。なんか、よくあるじゃないですか。なんか、 100万か1000万かなんか封切ってないようななんかでっかい札束みたいなやつ。あれが入ってるんですよ。あ、どういうことだと思って。そしたら、犯人からまた電話かかってきて、犯人が言ってくるんですよ。あの、ありがとうございます。二宮さんに対して。ありがとうございます。あなたも、本当に完全な、営利誘拐。まあ、身の代金の、あの、身の代金を目的とした営利誘拐の成立できた、 協力者ですと。あなたも協力者として私たちにちゃんとしたその完璧な英理由会を成立させていただいた一つのマイファミリーですから。分け前の1億円を置いておきますって言うんですよ。で、なんか恨みでもあんのかって言ったら、いや違いますと。犯人になんか恨みでもあんのかって飲宮さんが言っていや違いますと。あなたには感謝しかないですって言う。う かこれで、二宮さんが犯人の中の一味にいつの間にか取り込まれてるんですよ。これがね、すごいことですよね。あー、そう来たかーっ思って、もよくよく考えたらね、これそうなんですよ。なんかもう二段構えのコントみたいですよね。なんかこう、 要するに、ま、5億円ちゃんとお金払わなきゃいけない。え、でも、警察を排除しなきゃいけないっていうところからスタート。で、1個目で、え、裏切り、殺されると思ったら裏切りで帰ってくる。で、2個目は殺されるだろう。2つ目の事件は、え、殺されるのいや、帰ってくる。で、2つ手伝った二宮さんが、犯人の中に入っちゃってるんですよ。結局は。それそうですよね。この人に言ったらもう全部5億、犯人手に入るんですから。その中に入って、うわーっと絡め取られてるんですよ。 もう要するにミイラトリがミイラになってる状態。なんか自分がいつの間にか犯罪に知らない間に加担してる状態なんですよ。でも、よう考えてみればそうですよね。各検討ンンさんの時にも、ね、犯人からすれば、二宮さんがいれば、絶対に警察にはバレない。現に2件、5億円の事件が解決してるんだから。あの、犯人からすれば、あの、成立してるんだから。こう来たかっていうことなんですよね。 で、ここまでが5話の終わり。じゃあ、あと何話ですかねまあ、6、7、8、9、10、11、12やるかなまあ、10話までは、ま、やるでしょう。ここで、まあ、考察に入っていくんですけど、まあ、まあ、当然ここに浜田学は、あのー、関わってますよね、当然ね。うん。僕としての考察は、やっぱりここに来るには、かなりやっぱり警察に対して、なんて言うでしょう。 腹立たしいことを思っている。警察としての意味のなさを、あのー、なんて言うんですかね。こう、表したいというか、警察なんて意味ないんだっていうことを表したい。っていうこと。なんですけど、もちろん今の段階では皆さん各県、あ今、浜田学が、 あのー、すごい多分それをやってると思うんですよ。浜田学部も、あのー、5年前に娘をこれやられてますから、同じ状況だったら、二宮とか角健人さんは、二宮さんとか角健人さんはどうすんだろうっていうことをやりながら、元警察だった浜田学さんが警察に対して、お前たちが5年前に俺の娘を助けてくれなかったから、こんな結局警察なんて意味ないじゃないかっていうアンチテーゼもやりながらも、僕での真犯人としては、玉木博士だと思うんですよ。玉木博士。 これね、あのー、多分、まだ自分の中の、それぞれの登場人物、玉木博士さんっていうのは、あの、警察側の人間なんですよ。で、警察側の人間で、浜田学さんの娘さんを救えなかったということで、ずっと、うん、躍起になって動いてるんですね。で、僕的には、その、警察組織の中の、その、玉木博士さんっていう人としての、家族感っていうのがまだ描かれてないんで、 玉木宏さんは何らかのことがあって、その、自分の家族も何かあってみたいなのが出てくるんじゃないかなと思うんですけど、てかすごいんですよね、キャストが。玉木宏さんも、あの、警察側としているし、サンドウィッチマンの富澤さんもいらっしゃるし、なんかもう、あの、本当。 あれ、あれ見て、えっと、ミステリーという流れ見てる状態です。なんかもう、キャストで騙されてる感じです。もう、どこが犯人でもおかしくないように、キャストが全員ほぼ主役、玉木博さんなんかね、この間の主演やってましたが、もう、なんかもう、わからん。でも、僕、玉木博さんが犯人じゃないかなと、今の段階では思いますけども、でもなんか、さらに言うと、また全然違う方向にテーマがいっちゃうと思うんですよ。最初は、 皆さん見てたのは、一段、これ2層になってて、1話から3話のところは、誘拐された娘を助ける。そういった共通認識、共通の目的をすることによって、マイファミリー、私たちの家族、私の家族っていうのが結束を深めていくと。共通悪。あの、ということで、一個進んでいくと、そこから先が、さらに、 その違う、その犯人として絡め取られた一つのそのファミリーの中で、えー、二宮さんがどうやって犯人をこうやっていくかっていうことの、こう、に、に、もうほコントみたい。あの、うまいコントで、もしっかりとした展開があるんで、めちゃくちゃ面白いですよね。もう二個目ですから、各自多分これ三個目来ると思うんですよね。うん。で、脚本書いてるのがそのグランメゾン東京の黒岩さんって方なんですけども、オリジナル作品でここまでの、あの、馬力ってすごいんですよね。うん。 で、そこでさらに言うとえ、皆さん、週刊フジテレビ批評って見てますかっていうことなんですけども、僕も飛び飛びで見てたんですけど、今週の週刊フジテレビ批評っていうのが、なんかあの、ドラマ、えっと、この春ドラマの辛口批評っていうのがやってたんですけども、その中でその、お三方のその、なんていうの、有識者が言ってたのが、なんか、 まだ1話2話ぐらいしか見てない状況で、そのさっき言ってたその二宮さんがその一味といつの間にかなっていたっていうその最強の5話を見てない状況だったんですけども、それで主役級で、でもあの警察として警察を排除するっていう英理会の切り口はなかったよねっていう程度だったんですよ。でもこれでどうやっていくんだっていうところなんですけども、だからこの1話から3話がもう本当に誘い水というか、全然前振りだったっていうのが、やっぱりすごいなっていうのは、 えー、ありますね。だから、その6話から、えー、今度は、あの、あの、なんていうんですかね。 松本幸四郎さん、えっと、松本幸四郎さんじゃないです。いません。あの、名前ど忘れしちゃったんですけど、また、あの、二宮さんのと、敵対する IT 企業の、あの、家族の娘さんがどうやらさらわれるっぽいです。あの、次回予告を見ると。だから、どん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 その、あの、今から面白くなる。今、今、やっと始まったぐらいなんで、6話から面白いです。これ本当にドラマの二個八の、あれを本当に体現してるなって思いますね。はい。 で、あと、もう本当に時間なくなってきたんですけども、えー、今週やっぱり良かったのが、えー、メンタル強め美女白川さん。これはね、あの、さっき言った富士テ週刊フジテレビ表でも、3方のうち2名とも良かったっていう風に上げてて、1話2話ぐらい見てた状態で上げてて、さらにまた伸びてきましたね。メンタル強め美女白川さんは前回とか、もう前々の動画でも言ってるんですけども、あの、今週の白川さんっていうのが、あの、 メンタル強い美女白川さんはもうどんなのかちょっと前の動画僕のやつ見てください。もうそこまで喋れないん、ね、で、前喋ったんで。今週は白川さんの過去があの明らかになって、で、やっぱりメンタル強い美女のこの白川さんっていうのは自分を持っている。自分はあの大丈夫だというふうに主軸があるんですけども、そんな白川さんにも高校時代やっぱりあの、 のけものにされたというか、いじめられて、あの、トイレの中で、一人で、あの、ご飯、弁当、ぼっち飯食べたっていう過去があるんですよね。で、そっからなんとか、自分に言い聞かせて、いろいろ頑張って、今、なんか、他人のことを全肯定して褒めたりとか、他人の、そういうふうに自分のことを悪く言ってくる人だったりとか、えー、懇親会だったりにはしっかり出ないっていうふうに、自分をもって断るとか、 なんかそういうふうに僕見たときに、やっぱりそのメンタルツーの美女白川さん4話も良かったんですけども、やっぱりなんか、 パッと見ると、その、本当に同じこと、週刊フジテレビ表評でも同じこと言ってました。パッと見ると、あの、キラキラ系女子でなんか可愛くて、それでなんかもう明るくて、でそれで、女の人から見ても嫌な、女の人から見たら嫌な女を描いてるのかなと思ったら、実はそうじゃなくて、見れば見るほど白川さんになりたいなっていう風なドラマなんですよ。まあ、原作も,もちろんありますけど、ドラマで、今回の6話を見ても、やっぱりすごい苦しみだったりとか、 大変な部分を乗り越えて強くなっていってるんですよね。うん。今まで自分はずっと一人で生きてきた。生きてこざるを得なかった。でも会社に入って、すごいなんか、秋元さやかとか、のろかやとか、その、あの、後輩の女の子とか、みんなに良くしてもらって、自分幸せですって言える状況まで自分が頑張って持ってきてるのを見ると、なんかね、本当に他人の人生を あの、軽はずみに羨んじゃダメだなと。あの子綺麗だからいいよねとか。あの子おしゃれだから、おしゃれでキラキラしてて可愛いね。そうだね、楽そうだね、みたいな。あの、言うあの、実際その白川さんの中でも白川さんが不倫してんじゃないかみたいな変な噂が立ってるのを、その秋元さやかが怒ったりする1幕、6話あったんですけど。その、だからその6話がめちゃくちゃ泣けて、やっぱりほん、僕はもう他人の人生を軽んじて羨んだりとか、 この人はこれだからいいよねとかじゃなくて、それぞれの戦いが本当にあるんだなっていうのを、あの、感じました。これは、もう、ワルも一緒です。僕がこ今季一押ししてるワルも一緒。うん。今回は、山崎、あのー、山口智光さん、どんどん,どん,どん山口智光さんが、もう、会社として、もう営業部だからもう働きすぎちゃって、 仕事好きすぎちゃって他のことができなくなっちゃってるっていうので、あの、田中マリリン演じる、もう、今田美桜さん演じる田中マリリンが、もう、休んでくれって、まあこうからこう言うっていう。だから、メンタル強い美女白川さんと田中マリリンを結構僕比べちゃうんですよね。で、白川さんは、他人に対して、侵害はしないんですけども、自分の道は進んでいくと。で、田中マリリンは、 他人の道も、他人の行動も侵害しながら、あの、自分の道を進んでいく。でも、田中マリリンは案外流されやすいところもあるみたいな。でも、この田中マリリンと白川さんの共通するところっていうのは、確実にやっぱり他人をリスペクトしまくってるんですよね。リ、リスペクトしてるし、二人ともプラス思考。ここはなんか、やっぱりプラス思考であって、変なことをごたごた悩んだりしないように、 言い切ってますわ。うん。そこはなんかね、共通点。いやでもなんか、いやでも、白川さんがちょっと悩んだりするからな。やっぱ共通点はプラス思考になるように自分で努力してるっていうことかな。うん。行動力は結構田中バリリンがありますけど、白川さんはそんなに行動する方ではないですから。あ、でも、あ無視されても白川さん挨拶したりしますからね。だからここのなんか、同じ木にやってるっていう、なんかその、すごい、あの、女性としての生き方だったりとか、女性としてのあり方っていうのを、 やっぱり僕はそういうのよりも僕がこの人たちだったらどうなんだろうって思っちゃうんでやっぱり僕は感情引入して泣いちゃうんですよね結構ね涙が出ちゃうんですようんだからやっぱりこの男性の方でももうなんか泣けるんじゃないかなっていうのがやっぱりその今週も ワール泣けましたし、あのー、白川さん泣けましたし、やっぱりこの二軸ですね。だから今回、サスペンスだったら、あのー、マイファミリー、あのー、素晴らしいです。サスペンスマイファミリーですね。これやっぱりグッと伸びてきました。で、やっぱり泣けるんだったら、メンタル強ヨミジョと白川さんっていうのがもう、やっぱりもうここまで来たんだったら、最後まで、あのー、走り切ってほしいなっていうのは思いますね、今季のドラマは。はい。 で、まあ、20分経っちゃったんで、まあ、そろそろ終わろうかなと思うんですけど、まあ、何が言いたかったかっていうと、まあ、前半喋った、まあ、マイファミリーで今から見ても遅くないよというのと、えっと、メンタル強い美女白川さんと、えっと、なんだろう、あの、我の田中まりにん。まあ、共通するのは、なんだろうな、うーん、まあ、プラス思考になるようにっていう、変なことで悩まない。細かなことで悩まない。世に努めている。うん。 そして、周りの人を大切にしようとしているという、えっ、ー、と、そ、そして、あれだこれだ決して人を否定しないねうん、二人とも。うん。そこは共通点かなと思いました。うん。まあ、そうなれるように僕自身も頑張ろうと思えるような、えー、今週の、えー、ドラマ批評でした。皆さん、あのー、週刊フジテレビ批評土、土曜日の朝とかやってますし、TVer でもあるんで、あれ面白いんで見てください。ドラマの見方すっごい深まりますわ。うん。 面白いです。はい。以上、週刊たるチゃンでした。ありがとうございました。